こんにちは。イベント前の僕です。ネタバレなしで水着バナー愛で、結局の道はどこにの話をします。というかこれを書いている時点ではまだストーリーを読んでいないのでネタバレしたくてもできません。鈴木みのりさんと中島ゆきさんがおしゃべりするイベントがプロセカと同じ18時開始だったので、出遅れています。頑張って X を開かないように帰ってきました。とりあえずガチャを引きながら、こんな展開になるんじゃないかという予想をしていきます。レナさんの星4は半年ぶりということで手持ちの石に余裕はありますが、ここまで空いたということは短期間でのバチャラッシュがある可能性も高いので天井は嫌だ。真冬での不穏すぎる引きから数ヶ月、満を持してお出しされた水木の絶望画をイラスト。どうなるレナさん。ガチャ更新がいつもと違いイベント開始と同時なのも、レナとカイトのイラストである程度展開の予想がついてしまうのかなと思ったり、と思ったらこのエナさんの表情。水木の絶望顔はエナさんに向けてのものじゃないですか、やめて。鈴木さんがイベント予告後にしていた。相手を知る。向き合うって。どんなことだろう。と考えるきっかけになったらいいな。というポストもどっちの意味での補足なのかつかみきれていなかったんですが、これを見ると今回のイベントで完全解決とはならなくて、それでもエナさんのことを信じてほしいという展開になるのかなと想像しています。介入するバチャシンがカイトさんなのも意外。問題を自覚すらしていなかったかなでの時はエナとカイトの正直ベースコンビが有効でしたが、自覚した上で抱え込んでいる水木に対してはどう転ぶのか。今回で決着しないとして、一番角が立たないのは水木の秘密を知ったエナの内心をはっきりさせずに終わるパターンですかね。悪意に満ちたモブ生徒がエナに水木の秘密をばらし、その場を見てしまった水木がエナの返答を聞くこともせず去ってしまうみたいな。イベントをまたぐにしてもあまり間は開けないでほしいな。光は一時の方角にあると信じてストーリー読んでいきます。詳しい話はイベント終了後にまた。それでは。